膝に付き逆付きを使って、下半身との連動を意識しながらテープしたいと思います。前屈立ち逆付きより膝に付き逆付きの体の使い方を意識して前足の押さえ締めと意識しながら、引き手と後ろ足を意識して引きつけながら膝に付き前足の締め意識して逆付き、この時に高くならない、逆付き下がらないように意識して引き手と腰の回転内側の締めを意識して膝に付き逆付き、次は逆付きの姿勢から前足を前に踏み込んで広い形で膝に付き、次は前の足の、抜きを意識して股関節を締めながら逆付き、前に入って刻み付き、下がらずに抜きで逆付き、両方とも、下半身と 上半身の連動また、そういう点を意識して、稽古してください。